さあそれではフェアリーペンギンたち水の中からみんな上がってきて今陸の上で餌をもらえるのを待っているようです。さあ今近くには王様ペンギンや岩飛びペンギンなどもいるので比べてみるとやはりすごく体が小さいなっていうのがお分かりいただけます。お一斉に飼育係さんの方へ駆け寄っていきフェアリーペンギンたちも餌の時間が始まりました。さあ小さなペンギンですがすごく勢いがありますね。餌の方に駆け寄っていきどんどん食べていきます。さあしっかりフェアリーペンギンたちも魚を頭の方から丸飲みにしてもうすごい速さで食べていきますね。さてヒョンボルトペンギンや岩飛びペンギン王様ペンギンには水の中に餌を撒いてあげていましたが飼育係さんなんでフェアリーペンギンたちには水の中に撒かないんですか。はい、本来であれば、水の中に撒いてあげてそれを取ってもらいたいんですけれども、これちゃんと理由があってですねお皿の中の、お魚、見てみてください。今日はですね2種類あげてるんですね。ワカサギとキビナゴこの2種類です。ワカサギ白いので分かりやすいかと思います。このワカサギ見ていただくと少しですね黄色くなっているのが分かりかなと思います。これですねいわゆる栄養剤なんですね。使っている餌、冷凍が多いです。冷凍した魚、皆さんもしかしたらね聞いたことのある方は多いかもしれないですけれども、冷凍の仕方にもよりますが、一度凍らせたお魚ほとんど栄養なくなっちゃいます。なので、不足してしまった、まあ、ペンギンたちに必要な栄養素をこのようにビタミン剤で足してそれを、まあ、食べてもらうわけなんですね。ただこれ水の中に撒いてしまったら、全部栄養剤に流れてしまって何も意味なくなってしまいますので、このようにお皿の上で食べてもらうというそんな、理由があるんですね。なるほど栄養剤があって健康管理のためということですね。自然とは環境が違うので飼育では工夫してあげています。さあ今ですね後ろの方からすごい鳴き声聞こえましたよね。イワトビペンギンかなすごい大きな鳴き声していたんですがペンギンたち一体なんで鳴いていたんですかね。はい、今ですね鳴いているのは、ペアですね。ただですね今、ペアを形成する時期ではこのイワトビペンギンに関してはないですね。ただですね、仲間同士呼び合ったりだとか、まあ好きな相手なんでしょうかね、を見つけたときは今のような鳴き声を出すこともあります。あとはですね単発でクワクワというような鳴き声とか、そういうときはですね仲間同士呼び、合う声でコンタクトコールなんていうふうに言われることもありますね。なので、まあ種類によって、状況によってもそうですけれどもいろんな鳴き方がありますね。なるほどありがとうございます。確かに先ほどのイワトビペンギンは2羽一緒に上の方を向いて鳴いていたのでもしかしたら好きな相手へのアピールだったのかもしれません。ちなみに先ほどまでフェアリーペンギンよくクワクワと鳴いていましたがこれはもしかしてコンタクトコールってやつですか。そうですねいわゆるまあコンタクトコール呼びかけみたいな声だと思いますね。ただまあ仲間がいる周りにたくさんいる状況で餌が近づくとクワクワと鳴くので、まあ、私に対してなのか、まあ、餌に対しての、その高揚、気分が高揚した状態で鳴くのか、まあ、いろんな状態が考えられますね。ありがとうございます。皆さんもペンギンの鳴き声が聞こえた時にはなんで鳴いているのかなって考えながら見てみるのも面白いかもしれません。さあそれではそんな話をしていたらフェアリーペンギンたちも餌を食べ終えたようです。そして奥にいるフェアリーペンギンたちなんだかプルプルと震えているように見えるんですが、ペンギンたちどうして震えているんですか。わかりません。ただですね、食べ終わった後とかあと日光浴する前、こんなような、羽をプルプルさせるあとは、体を震わせるような、仕草がよく見られます。ただですね、今日本冬ですね。でまあ、オーストラリアに比べるとかなりちょっと寒いんじゃないかなと、まあ、寒くて震えてるそんな時もあるかもしれませんけれども、まあ、本当の理由はちょっとよく分かっていません。
なるほど、まあ、フェアリーペンギンたちにとってもやはりちょっと日本の冬は寒いっていうのもあるかもしれませんし、ただただお腹がいっぱいで、このような動きが見られるのかもしれませんね。あ、フェアリーペンギンたちはだんだんと右奥の、まあ、右奥に巣穴があるので巣穴の方に入っていったり、あとは皆さんの近くの方に行ったり、まあ、いろんな動きを見られるかなと思います。あと中には水の中にまた戻っていくペンギンもいるかもしれません。いろんなペンギンたちの様子をぜひこの後もじっくりと観察してみてください。そして、先ほど飼育係さんがお話ししていましたが、この後今私の周りで待機しているこの南岩飛びペンギンや、あと姿は見えませんが王様ペンギンが、後ろの方で餌を食べます。皆さんは食べているところ見られないんですが、飼育係さんが裏の方へ歩いていくと岩飛びペンギンたちみんなしてぴょんぴょん飛び跳ねてついていく様子がご覧いただけますので、まあ、ぜひこの後は歩き方も面白いですのでよくご覧いただいて、まあ、4種類の違いなんかも見ていただければなと思います。それでは今日はこの辺りでペンギンの餌の時間は終わりにしたいと思います。皆さんこの後も水族園でごゆっくりとお過ごしください。最後までお付き合いくださりありがとうございました。Thank you.